青い区両替町。2023年6月末にオープンしたビビンバがメインの韓国料理店パダッカ物語さん。おしゃれな店内でボリューミーなビビンバをランチからいただけます。ビビンバは基本石焼きで、トッピング別に10種類以上。石焼きじゃない品も名前そのままでありますね。他には冷麺とスンリュブも。キムチやナムル、ヤンニョムチキンなどの定番のおつまみから、トッポギやキムチなどの韓国グルメも揃い、お酒と一緒に楽しめます。今回はカルビビビンバ、じわじわと音を立てながら提供。4種のナムルとキムチ、そぼろ肉など具沢山。最後まで全く冷めずに熱々でいただけました。わかめスープもついています。全体が馴染むように混ぜていきます。丼に押さえつけて焼くとおこげもでき、香ばしく焼かれた米と肉の旨味がまんべんなく混ざったタレの味だけでも最高です。ナムルやキムチのそれぞれ異なるシャキシャキとした食感に、味わいも変化が多くコクのある香ばしさ。豆板醤も効いて甘辛く、ご飯が進む美味しさです。ご飯自体も具もたっぷりで、お腹も大満足なボリュームでした。カルビも存在感のある量。とろける柔らかさではないですが、よく噛んで旨味を味わえ、熱々の他の具材とも相性抜群です。ごま油が効きながらもさっぱりとしたスープもお口直しに最高でした。ランチからがっつりとビビンバを満喫。ぜひお試しください。